さんこんにちは。お久しぶりでございます。私はオーストラリアのゴールドコーストにいるんだけども、そうシドニーからゴールドコーストに来たの。シドニーはね、なんと私が20代前半でいろいろ旅をちょっと長い間ね、ステイしたりしてたところで、なんかねめちゃめちゃ懐かしい気分になって、とてもいい時間を2、3泊過ごしたんですけど、そこからゴールドコーストに来てサーファーズパラダイスに泊まってるんだけど、今日はね、昨日着いたんだけど日曜日で、後ろファーマーズマーケット、オーガニックの野菜とか果物が売っているということで来てみたいよ。ちょっとその様子を今日はみんなにシェアしたいと思います。ゴールドコーストサーファーズパラダイスオーガニックファーマーズマーケット来たよ。ファーマーズマーケットってもっとすんごいこの倍の倍ぐらい広くて、もうどこ行っていいかわからないぐらいになるんだけど、これぐらいコンパクトだといいね。でしかも全部オーガニックだからすっごいおすすめ。検索したらすぐ出てくるから、オーガニック好きの人はこのこじんまりとした、もうここで終わりなんだけど、ほらいいよね。うんうん、私たちも何かゲットしよう。はい、ということで、まあ、私は今回はアミとしんのすけと3人で、レンがねこっちで撮影をしてるので会いに来たんだよ。こっから旅が始まります。シドニーも良かったよね。すごいゆっくりできて、その割には全部ねもう観光してね、うんうんうん、めちゃめちゃ楽しかったね。ということでちょっとお買い物します。こんなものを買いました。まあ、セロリすごいです。でちょっとこのディルを、ディルちゃんこれで5ドルだってよ。みんなすごくない？買ったものをちょっと後で見せるね。スイカとかリンゴとか。これ何買ったの、アミ？ピーチです。ピーチ。柔らかいの買った？なんか全部硬かった。硬かった。じゃあちょっと置いとかないといけない。これちょっと中見せてあげて。何買ったか。ナスだ。デカナス。デカナス。しんちゃんです。はい、こっちの袋は？後ろは？アボカド。アボカド。イエーイ、まだ硬いね。あとはリンゴ、あと向こうでマッシュルーム買おうね。いいですね。あ、ココナッツ珍しいもの。生のココナッツ飲むのこれ。一番すごい栄養がある。アメイジングオーガニックコーヒーでございます。いろいろ入れられるんだね。ね、チャイもあるね。おいしそうです。あ、作ってくれてるよ。私はオーツのカプチーノ。アミ何にしてる？ソイラテ？アイス？おいしそうだね。オーストラリア来てさ、コーヒーが美味しいからさ、家で入れるの嫌になってくるよね。オーストラリアすごいね、カフェ文化。クオリティ高いよね。美味しそう。なんかさ、日本ってまださ、オーガニックって私ももう何十年も前から推奨してていつも言ってるんだけどさ、オーガニックってやっぱり作るさ土とかが良くないと作れないから、環境にもとってもさ役立っているわけなんだよね。農薬をまいてない野菜とかってさ、土の中にたくさん微生物がいるわけじゃん。そしてそういうのがさ、こういうコーヒーの豆になったり野菜になったり蜂蜜になったり、お米になったり、さっきパン売ってたけどさ、小麦粉？だからさ、本当にこうやって体と地球にいいものがどんどん日本にもさ、もっとさ、こういう風にさ、ファーマーズマーケット最近いろんなとこでやってるけど、オーガニックっていうワードのファーマーズマーケットがないんだよね。
まだまだやっぱり日本は少ないから、私はさ、なんかそこがすごい残念だなって思ってるわけ。で、この、ストロー一つ取ってもさ、こうやっぱりちゃんとさ、もうさ、紙じゃない。で、日本はだいぶさ、紙のストロー増えてきたけど、まだまださ、ちょっとそうじゃないところもあるじゃん。だからなんか本当に見習わなきゃいけないよねって思ってて、私今日すっごいハッピー。だってこれだけなんかちっちゃいマーケットだったけど体にいいものがいっぱい集まってて、なんか自分が今まで推奨してきたこととかやってきたことが間違ってなかったなっていうのをこういう場所に来て改めて思うわけ。だから日本にもどん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 それをいいって言ってくれる人が増えてくれたらいいなとか、ファーマーズマーケットって何とかって思ったりする人もたくさんいるかもしれないんだけど、いろんな農家さんが集結してこういう出店場所に自分たちの商品を出してお買い物できる環境を作る、ここも高校なんだよね。だけど日曜日はこういうなんか地球にいいものをのために貸してる。多分高校だからさ、お金取ってないと思うんだよね。なのでゴールドコーストサーファーズパラダイスに来たらぜひこのオーガニックのファーマーズマーケットに来てほしいと思います。じゃあコーヒー飲みます。さあそんなわけでファーマーズマーケット行って買ってきたもの、これはねちょっと息子たちのお土産に買ってみました。ジンジャーブレッドとマフィンとかね、ブラウニー全部オーガニック、粉からオーガニックで作ってるんだって。今日撮影で砂漠の方から帰ってくるということなので、これをお土産に買ってみました。私たちはナスとかアボカドとかマッシュルームとかリンゴとかパンとかココナッツウォーターとかセロリとかディル、感動したのはディルがこれでめちゃめちゃ安かった。でね、まあ、こっちの難点は、アボカドとかピーチとか、買ってもすぐ、硬くて食べられないものが多いっていうところで、ちょっとね、置いとかなきゃいけない。今から、このマッシュルームと卵とオーガニックのパンで、ランチ作りたいと思うよ。今日の買い物は、ここまで。さて、もう何も調味料も持ってこなくなった。持ってきた。塩コショウ。お塩、ブラックペッパーだけは持ってきて、今もう何もまだこっち来てから仕入れてないんだけど、一応私は旅の時にコンソメだとか塩麹だとか海苔だとか最低限のもの、あとご飯は持ってくるようにしてて、こっち来てからやっぱり大きいものを買うと帰る時にね負担になっちゃうでしょ。だからなるべく持ってくるようにしてるので、さっき仕入れた新鮮な野菜たちをスープにしようかなと思って、これなんかセロリとキクラゲとトマトとニンニク、これをちょっとスープにして今コンソメと塩コショウ入れたので、ちょっと炒めた方が多分味が出るなと思って今ちょっと炒めていて、これをもうパパッと煮込んでスープにして、あとはオムレツ。今何時？今10時16分。まだ10時16分ですから朝ごはんでってことだよね。朝でもヨーグルトとフルーツ食べたもんね。ね、美味しかったね。ヘルシーな生活ができそうで嬉しいです。あとはオムレツ作るよ。さあ続いてはオムレツ作るんだけど、ほらファーマーズマーケットで美味しそうなキノコ見たことないような、こんなオレンジ色の多分これマイタケの仲間なのかね、キムチとか。それを、まあ、何の調味料もないからニンニクとブロッコリー刻んで、今バターだけは昨日買ったんだよ、オーガニックの。それで炒めてる。それでも卵でオムレツにすればいいかなって思っていて、横でパンも焼いていて、スープも
もうできてるね。これで卵入れればオムレツ出来上がり。ということで朝ごはんできました。もうフレッシュなオーガニックのキクラゲとかセロリとかトマトとかもう入れたスープとオーガニックのパンと卵。これどうなってるかな。美味しいキノコが入ってますよ。どうでしょうか。絶対美味しいと思うんだけど、シンプルで食べてみよう。イエーイ、シンプル朝ごはんです。何の調味料も、あ、コンソメだけだね。塩と胡椒。いきまーす。今何されてるんでしょうか。はい、朝ごはん食べた後にレンがね、うん、来てくれて、はい、買い物行ったんだよね、うんうん、サーフボード見たり、うん、食材見たり、私たちがいまいち分かんないオーガニックのスーパーとか、うんうんうん、いろいろ連れて、まあ、私たちは朝オーガニックのファーマーズ行ってきたんだけどね。けどもなんか地元のブッチャーお肉屋さんとかね、マーケットとか、あと日本の食材も行ったね。納豆買ったね。あ、そうですね。お味噌とか、そういう基本的にお米とかは持ってきてるけども、納豆とかね、うんうん、お豆腐とかそういうの買ったり、ちょっと生活の必需品、うんうん、トイレットペーパーとか買ったよね、はい、で今は今日は夜みんなで家で食べようってなってチキンを買ったから下処理してるんだけど、まあいいお肉屋さんだったんだけども、どうしてもこういうほら白いとこあるじゃない、うんうん、こういうのをちょっと皆さんちょっと見苦しかったらごめんなさい。でもなんかこういうところをちょっと下処理して取っとくと、取っておかないとだじゃあ味がね全然変わるから、今日はこれを持ってきた得意の塩麹につけてお米炊いてみんなでご飯食べようって。あ、れんちゃんが砂漠に行ってきて疲れちゃってるみたいだからね、ちょっと洋風なご飯じゃなくて家でみんなでしんちゃんとあみちゃんとりかこママとれんと4人で食べようねってなって、うん、今からサーフィン行くんでしょ、しんのすけとれんはね、私たちは日向ぼっこなんだけど、その前に塩麹につけとかないと夜美味しいご飯食べられないから、うん、ちょっと下処理して塩麹につけて、それから出かけようと。で今日はチキンを胸肉とももと両方買ったみたいだけど、うん、これが胸肉なんだけど多分ね油がないじゃん、これほらこっちの。本当だ。でも買いすぎてるよねと思って、ちょっとこれ下処理しちゃうとさ、明日レンがどうなんだろうと思ってるけど、やっとこうか、その方が長持ちするからね。あ、そうですね、うん、この胸肉はさ、こっちの胸肉ってそんなにパサパサしてないんだって、ほら。へぇ、なんか見るからにいいよ、ね、なんか柔らかそうな、うん、うんうんうん。ださっきのこっちはももだからやっぱ脂が皮取ってあるけど、うんうん、あるのね。で、胸肉はやっぱり筋トレしてる人たちがこれ食べるだけあって、うん、余計な脂がないね。なのでこんな感じで下処理、綺麗ですね。ね、綺麗だね、うん、下処理をしてビーチに行くんだけど、今回の旅はアミとおいとのしんのすけと3人でシドニーから 2,3 日観光して、私が21の時にシドニーに1年ぐらい行ったり来たりしてて、お世話になった先輩にも会ったよね。すごい人でしょ。すごくいい方でした、ね、そうやって自分のなんかルーツを振り返る旅にもなったけど、うんうん、たまたまレンが撮影でゴールドコーストでねドラマ撮ってて、私たちは行こうっつって、こういう機会じゃないと来れないからね、うん、来てよかったなって、うん、だからこっからゴールドコーストの旅が始まるんだけど、とりあえずなんか旅の私の基本的な考えはもちろんホテルとかもいいんだけど、こうしてちょっと1週間以上の旅行になった時にはなるべく外でばっかりご飯食べないで、持ってくれるものを持ってきて健康管理をしながらヘルシーに生活、どこに行ってもなんか自分たちらしくあんまりスタイルを変えないで食生活、昨日は外食したけどね、うんうん、でもなんかそういうなんかスタイルを変えずに
ご飯食べたり楽しんだりっていうのが私のおすすめでございます。ということで今日はこの辺で、ありがとうございました。またすぐねー。